ものです。今回作るプラモデルはこれ。ビグアライズメカニクスハロ。またハロかい。というのも先日東京に某ゲームのオフ会に行き、ガンダムベース東京でこいつを見かけて、買おうと思ったらだいぶ日が経ってたという。じゃあ早速作っていきましょう。パーツ4袋に説明書ですね。メカニクスというだけあって内部もこだわってる感じ。一応クリアハロにもできるみたいですが、自分は緑のノーマルが一番好きなので、そいつを作りたいと思います。というわけで最後は顔のパーツをつけて、完成。手足は引き出せるようになってますね。サイズも程よくてかなり可愛い。というわけでハロの仲間が増えました。結構簡単に作れる上に作りもしっかりしてるので、かなりおすすめですね。良い買い物ができました。はい、実はこっちももう一つ一緒に買ってました。というわけでささっと作ってみましょう。というわけで完成。素組みの方と比べるとこんな感じ。どっちも可愛い。というわけでジェットストリームハロになりました。2つも墨入れしようか迷い中。いやー、ハロって本当にいいものですね。ではまた次の動画でお会いしましょう。まったねー。